女子の優勝決定戦スタートラインに選手をご紹介いたします。勝者ゾーンから勝ち上がりました23番目スタートです。昨年は東海オープン、このジャパンオープンと2勝を挙げ三冠女王に輝いております。大会連覇を狙います、松永ひろみです。そして24番目スタートです。3位決定戦から立ち上がりました。今年はすでに関西オープンの関西オープン向けチャリティーカップとすでに2勝を挙げております。この対戦は三冠女王対決となりました。通算19勝目を狙います、姫路うららです。それでは第19回総合ジャパンオープンボウリング選手権女子優勝決定戦スタートいたします。
Thank you.
ゲット。
それでは、通算15勝ということになりました。今後の抱負や目標を教えてください。はい、本当にこの15勝目が遠くて、あと1勝あと1勝が全然来なくて、やっと15勝目に突入できたので、20勝まで一生懸命全力で頑張りたいと思っています。それでは最後に、ご覧の方から一言お願いいたします。今年、特別協賛してくださいました、ハイスポーツ社様はじめ、今日ここに来てくださっているモーニングファンの皆様、そして会場をご提供してくださいました宮沢グランドホール様、スタッフの皆様、本当皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に約15勝目に来たので、20勝目まで精一杯頑張りますので、これからもたくさんのご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。メダル4チーム対決とも、ジャパンボーリング選手権女子の優勝は大会連覇を達成いたしました松永優美でした。どうぞお越しのお願いください。そして優勝決定戦女子も破りました。今季3勝目はなりませんでしたが、なぜか18勝してですけどね、このジャパンオープンはまだ優勝がないそうなんですけどね。はい、また来年リベンジを狙うでしょう。第2位の決定戦女子もどうぞ。